はい、これは食べっぷりじゃなくてエビっぷりでございますね。エビたっぷりでございます。ではこれね、エビたっぷりのエビっぷりというのをね、紹介したいかなと思います。で、このようになっています。あ、ほんとエビの味ですよ。エビに、あ、なんだっけ、こういう味ってさ、そのお菓子のあれですよね、あの、あれに似てるんですよね、お菓子のが、あの、イカを固くしたやつ、うん、駄菓子にイカを固くしたお菓子があるじゃないですか、あのスルメイカみたいな、そうそう、まあこれスルメイカみたいな味ですね。イカじゃねえんだけど、あのスルメイカとかと同じような味がして、でそのエビって感じですね。でも味は悪くはないし、なかなかこれはこれとしてちょっと面白さというか、うん、いい味じゃないですかね。エビの甘みと香ばしさね。あと少し美味しさですって書いてあるんだけど、確かにその通りで、エビの美味しさですよ、これ。で、なかなかの味で、うん。結構なエビっぷり、エビって感じが、なかなかいい味を出してるんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。